24日に政府の来年度予算が決まりました。私にとっても総理という立場で初めての予算でしたから、いろんな場面がありました。予算編成の舞台裏、総理がリーダーシップを発揮して強く支持して方向付けをしていった場面が実はいくつもありました。そんな中から3つのシーンを総理自身が明かします。当初、科学技術関連の予算は今年度の補正予算で増額済みだったことから前年比マイナスの方向でした。それが一転、わずかに 0.1% ながらも増加という原案に。どこで流れは変わったのか。私も科学技術が重要だとずっと言ってきたこともあるので、少し私の思いの中で、予算についてもわがままを言わせてもらうと抵抗があったんですけど、私としては下がらないようにしてくれと。激論の末、科学研究費補助金の3割アップなどが盛り込まれ、科学技術予算は全体として今年度を上回ることになりました。国民的にですね、夢を共有するという、特に若者にですね、あるいは若い研究者に、夢をですね、こう育むというか、そういう思いでこの予算は思い切って私自身が指示をして膨らましました。地域主権を本物にする重要な手段である一括交付金、国から自治体に交付される予算の使い道を事細かに指定せず、それぞれの地域のニーズに応じて自由に生かしてもらうという画期的なお金です。この予算化も途中で大きな壁に直面する場面がありました。これは従来から民主党を大きな柱として決めていたわけです。そこで各省庁にですね、自分の持ち分のその補助金をですね、これは一括交付金にしてもらっていいですというのをしっかり出してくれと。そうしたら約3兆円ぐらいあるその枠の中から最初出てきたのがですね、28億円なんですね。使い道を指定したいわゆる紐付き補助金スタイルをなかなか一括という形で自由化に切り替えられない各省庁、それぞれに言い分はあるわけですが、各論で立ち止まっていては総論も実現しません。これじゃあですね、いくらなんでもあまりにも小さいじゃないかということで、閣議の席などでちょっと乱暴なこと言ったんですね。これはできませんと言った役人の名前を私に知らせてくれと。内閣の方針としてやろうとしているのに、それに協力できないっていう役人があれば、それはそれなりに次の人事の考えるときの当然ながらですね、考えなきゃいけないことだから。でどうもこの私の言葉が霞が関に伝わったんですね。でどうもこれは本気だぞと。それからだんだんこうより積極的になって、最終的にはその28億円から5000億を超えたですね、財源が提供されて、最終的にはここにありますが、5120億円、ここに私が一括したから交付金化したんじゃないかっていうんで、こういう一括も書いてありますけど、大きな一歩になったとこう思ってます。もう一つ、それぞれの金額は小規模ながら今までなかなか進まなかった対策に省庁の縦割りの壁を突破することで効果的な予算がついたという事例。そこには共通の手法が活用されていました。世の中にいろんな不条理がありますけれども、そういう中でですね、私としてこれだけは何とかしたいというような深い問題について取り組むための特命チームを作ることにしたんです。役所別にやってるやり方だとどうしてもちょぼちょぼしか進まない。特命チームのいいところは、一つは役所を超えるということ、あるいはスピーディーに進むことができる、こういう予算もこの中に盛り込みました。特命チームは現在4つ、関わった人たちは一様にその効果に目を見張ります。例えば待機児童ゼロ特命チームで事務局長を務めた村木敦子さん。本当にやれないか、もう一回考えてみようと思って考えていくと、
自然と形が浮かび上がってきたっていう、これはとても面白い経験でしたですね。全国に推定100万人以上の感染者がいる HTLV-1 ウイルスの対策特命チームに関わった元厚生官僚の浅野志郎さん。今回強く感じますのはやっぱり政治の力ということですね。感動しています。硫黄島遺骨帰還特命チームリーダーの阿久津幸彦さん。まさに菅直人総理がですね、信念に基づいての発言がなければこれは私たちが発見することはできなかったというふうに考えております。私がこの市民運動からこの政治に加わるきっかけ、いくつかある中で、どちらかというとそういうですね、個別テーマなんですね。ちょっとおかしいんじゃないのと思えるようなことについて個別に取り組むという、それは私 の一方の原点で、もう一方がやはり国民全体を見通して日本の将来はどうあるべきか、この2つのこの何ていうか車でですね、これからも内閣を進めていきたいと思います。